はい、こんにちは、ちちちゃです。今回は本日より配信が開始されました期間限定イベントクエスト、腹ペコたちは我慢ができないに初見プレイで挑戦し、作成できる限定の武器の必要材料と性能を見ていきたいと思います。このクエストはディノバルドとオドガロン亜種の同時討伐クエストです。2匹とも水属性に弱いので、今回は覚醒水ライトを背負ってきました。後で装備やスキルご紹介はするんですが、特艦で作ったんでね、スキル構成結構適当です。ご容赦いただければと思います。ムヘトジーバ用の水ライトに破壊王を取って、その代わりに不屈を入れたみたいな、不屈じゃないや、逆上を入れたみたいな、そんな構成になってます。じゃあまずは壁ドンから。よいしょ。よし。ディノバルド、赤熱していない状態ですと、頭を狙っていきます。どんどん頭に打ちます。頭の玉肉質、物理が30。で、水属性が25なので、物理の方はちょっと固めなんですけど、水属性の方は普通に通ります。よっ。この装備、弱点特攻は入ってはいないので、そんなに急いで傷はつけなくてもいい感じです。なんでよろけたり、あと隙があるとき、こういうときにね、傷をつけていきたい。そして寝るよっ。じゃあ壁ドンいきまーす。赤熱したら喉とか、あと尻尾を狙っていきたいですよね。よいしょ。オッケー。ひたすら頭に打っていきます。一射撃あたり120ぐらいかな、120ぐらい出てるように見えますね。結構スキル構成とか適当なんですけど、それでももうどん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 と打つたびに120ぐらい出てます。じゃあちょっと傷つけた時の数値も見ていきます。どんくらいだ。140ぐらいかな、140、50ぐらい出てるような感じですね。なんでやっぱ傷つけた方が断然ダメージは出るので、よっ、無理のない程度にこうやってよろけひるみの時には必ず頭に張り付いて、で、あとは頭に打っていくっていうのがいいんじゃないかなと思います。赤熱したらまたちょっと打つ部位が変わるんですけど、なかなか赤熱しないですね。寝ました。よし。ここら辺に、あったあったあった、傷つけた時の断片が。じゃあぶっ飛ばしていきます。この裏のちっちゃいやつに、おっ、壊れた。当たった、よかったよかった。ちっちゃいやつ壊れすぎ、多分今尻尾に当たったかなんかで壊れたんですよね。そんなんで壊れるのか、壊れるなぁ。よいしょ。お、もう引きずる、早い早い、さすが覚醒水ライト。やった、あ、これそうだ。ムヘトジーバ用のアイテム持ってきちゃったんで、罠とか捕獲セットちょっと持ってきてないですね。このまま倒しちゃおう。痛い。ライトボガンのね、いいところはね、だって後ろに後退しながら戦ってると基本的にダメージを食らわないってところですね。お、赤熱してるんで尻尾に当てたい。あ、終わっちゃった。やっと見つけた。こんなとこいるんだ。大丈夫？水に弱いのに水に入っちゃって。おっ！あ、間違えてマヒダン打っちゃった。まあいいや。オッケー。よいしょ！どんどん水冷を打ってきます。壁にちょっと寄せて壁ドンと思ったんですけど、怒っちゃったね。おっ！怖い怖い。よっ！お、ナイス！しびれ罠。玉肉質、オドガロン亜種、頭が弱いので、もうひたすら頭に打っていくのがおすすめです。ただちょっと頭いけないときは後ろから通す感じで一
きます。頭の物理肉質が45 で水属性が35も通るんですよね。しかも頭が壊れた後、やった、物理肉質が55になるんです。ただ破壊後は水属性は25と減っちゃうんですよね。なんで物理肉質と属性肉質が交換になる感じになりますよ。あと足腰もすごい弱いんで簡単に壊れます。頭と足腰を、足腰というか後ろ足かな、前足後ろ足を狙って打っていくといいと思います。よし、結構ねオドハロアーシュトリッキーな動きはしてるんですけど、ライトボウガンでこう後ろに向かって移動しながら攻撃してるとなんとなく動きが見えてくるので、ほっ急にね前に来たりもするんですが、そんなにダメージを食らうことは少ないと思います。こうやって後ろにね障害物とかがあるとこううっかり食らっちゃう時もあるんですけど、それ以外はあんまり食らうことはありません。ただ食らってしまうとたまに竜属性やられになってしまうことがあるので、それになると属性がねゼロになっちゃうんで、必ず打ち消しの実は食べていただければと思います。よいしょ、オッケー、絶対後ろになっちゃうんだよな。まあでも後ろでも結構入ってますよねダメージ。よし、いかに貫通させるかの方に集中してももしかしたらいいかもしれない。ほっ、よし、じゃ傷つけてみよう。はっ、よし、オッケーオッケー、よいしょ、おおナイス、どんどん打ちまーす。綺麗に入ってる。お、カウンター当たんないんですけどね、ほらよいしょ、あ、お疲れ様です。いや後ろに岩があったからやばいと思った。危ない危ない。二等クエストなんですけど、歴戦の個体じゃないんで結構簡単にクリアはできたような気がします。ただ結構探しまったからな。8分58秒、チケット1枚 ?1 枚か、うわー、これ何枚いるんだろう。食事場チケットかっこ肉、枚数必要だったらねかなり周回しなきゃいけないし、早速何枚必要か見てこようかなと思います。ということで、このクエストで作成できる武器がこちら、こんがり肉特選、こちらはハンマーです。生産にチケットが2枚必要です。そして強化には1枚で大丈夫です。一周で3枚出ることもあるんで、一周だけで完成することもあるみたいです。最高でも3周もあれば最終強化まではいけるみたいです。で、能力なんですが、攻撃力はめちゃめちゃ高いんですよ。1612なんですけど、ゲージが青なんですよね。なんでラージャンハンマーがねやっぱ上位互換としてあるので、まあまあまあ、でも見た目が好きだからっていうことで使うのは全然ありだとは思うんですけど、すごい強いかっていうと、まあ、そうでもないかな。せめて緑ゲージだったらドンキ使い使えるんでワンチャンあったんですけどね。このお肉ギミックが面白くて、殴ると肉汁がほとばしるんです。わかります？肉汁、一応武器としては火属性なんで火のエフェクトも出るんですけど、プラスして肉汁も飛び散るんですよね。しかもこれほら、これわかるかな、力試したらホカホカになるんですよ力試するとねホカホカにほかほかになるんですよね。いや、これ美味しそうだな。ほかほか。ほかほかで肉汁も飛び散る感じなんで、めっちゃお腹が空いてきます。いや、お肉食べたいな。よっ、今日まだ何も食べてないよ。クエストで使用しました装備、簡単にご紹介します。
こちらは覚醒の水ライトボウガンです。まあ、ムフェット用ですよね。ムフェット用で装飾品を、破壊王を不屈に変えたっていう感じです。まあ、もちろん最大ダメージが出せるわけではないんですけど、歴戦じゃないモンスターを簡単に狩るためだったら、まあ、全然このままでもいいんじゃないかなとは思います。装飾品です。私まだ逆上に持ってないんですよね。それがあればもうちょっと火力盛れるんですけど、一応2月に装飾品が出やすいクエストも来るということなので、まあ、本当に出やすいかわかんないんですが、それも楽しみにしてようかなと思います。ということで今回は新しいイベントクエストに挑戦し、新しい武器を作成してみました。最後までご視聴誠にありがとうございます。大感謝の宴でやるべきことは過去動画で投稿しておりますので、ぜひこちらもご覧いただければと思います。励みになりますので、チャンネルの登録と高評価ボタンのポチをよろしくお願いします。またねー。いや、これ綺麗だな、これ撮影しよう。